腰が痛いのかと思った。何してくださいまだ寝る、ね、まだ寝るするの。時刻は朝4時過ぎ。夜中五郎に何度も起こされた。じゃあゴローンしてごらん。ゴローン。小刻みに耳が震えているようにも見える。シオンも起きてしまった。じゃあゴローンしてごらん。腰でも痛いのだろうか。ハーハーが止まらない。念のため朝一で行きつけの病院に痛み止めの薬をもらいに行こう。ぶちゃん。診察するほどでもないとき言えばたまに薬だけ出してくれる。調べてみると本日の土曜日は行きつけの病院は休みだった。お守りとして痛み止めの薬だけでもと思ったので他の病院には行かない。朝8時過ぎ元気に散歩してます。前日雨で散歩できなかったので一晩中起きて散歩するの待ってたのかな。一時期の猛烈な暑さは影を潜めこの時間帯でも涼しく感じた。もう早朝散歩はしなくて良い気候になってきたかな。はい、大丈夫よ、大丈夫よ。ごめんね、びっくりさせたね。ごめんね。うん、大丈夫よ。小さな子供3人兄弟が歩いているところに五郎とシオンが突進しそうになりました。ずっと早朝散歩ばかりだったので、久しぶりに会った子供にちょっとテンションが上がった。ちょっと待って。ほら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 、いくよ。おいで。おい。夜中ずっと起きていてハーハーしてた五郎ですが、普通に散歩するので心配なさそうです。ご視聴ありがとうございました。はい、行くよ。こっちじゃない、こっちじゃない、こっち。チャンネル登録お願いいたします。